バルトークの弦楽四重奏曲第4番 SZ-91 は1928年に作曲された弦楽四重奏曲である。第3番の翌年の作品である。前作が単一楽章で ABA という形の緩やかな統合であったのに対し、本作は5つの楽章を持ち、第1楽章と第5楽章、第2楽章と第4楽章とが速度、表紙、 形式の上で類似しており、さらに中間の第3音楽章は3部形式で、その第1部と第3部が、それぞれ第1楽章、第5楽章と同期上の関連を持つ、いわゆるアーチ構造のシンメトリカルな構成となっている。また、多楽器的奏法や火成法では、前作で示された方法論が一層を徹底的に追求され、 荒々しいリズムと不協和な家政党より先鋭化する特殊奏法が第3番以上に多用されており、演奏技巧上、弦楽史重奏曲中屈指の難曲とされている。奏夫のバルトーク自身の書き込みによれば、1928年の7月から9月にかけて作曲された。アレグロプレスティッシモコンソー時のノントルポレントアレグロピッツェカートアレグロモルト演奏、時間は、 全曲で約23分弱1929年3月20日、ブダペスト。バルトバウエル弦楽四重相談による。この作品の検定を受けた、プロアルテ弦楽四重相談による初演は1930年、リエージュで行われた。第一楽章は、そなた形式だが、自由に変形されている。第一主題の定時部冒頭から三世の大法による音楽となっており。 本作のポリフォニックな性格を印象付けている。第2主題は、幾分か洋風である。曲は2つの主題で力強く構成される。第2楽章、コン、ソルディーノは、弱ネキをつけての意味。古典的な様式では、スケルツォにあたる。A、B、A の三部形式からなるが、A 部分では、B 部分の主題も展開され、トリオと主部の再現という関係からは逸脱している。主部は、 半音階で五動音程を上行、下行する音階パターンに基づいており、トリオ部ではこれが全音階的になる。また、クリスサンドの仕様も特徴の一つである。第三楽章はこの作品全体の中心となる楽章である反面、アーチ構造に煩わされないことから、半独立的な性格を有している。他の楽章が対法によるポリフォニーで構成されているのに対し、 この学章では冒頭のつぶやくような断片が徐々に成長していくのを火星で支えるモノフォーニックな構成となっている。ただし冒頭部は第一学章と後半部は第五学章と同期上の関連を持っている。第四学章はピツカートにより構成されている。ここでバルトークは通常のピツカート双方に加えてより強く弦を引っ張って指板に打ち付ける、いわゆる バルトーク・ピツカートを初めて支持している。三部形式からなり、主部が全音快適、トリオが半音快適と構成自体も第二楽章と対照的な配置になっている。第五楽章は第一楽章と対照的な設計で構成された、そなた形式の楽章で、主題も第一楽章の動機の半音ほどを全音程に変え、変形を施したものである。 楽曲の性格は、第一楽章同様、荒々しいリズムが応一する力強いもので、対法的な処理も入念に行われている。ありがとうございます。